この動画の内容は、令和4年1月14日に開催した令和3年度防災講演会の状況を録画したものです。講師は東日本大震災復興支援松戸東北交流プロジェクト松戸東北交流サロン黄色いハンカチ共同代表門馬正則様です。門馬様は平成23年3月福島県南相馬市立鹿島小学校で校長先生として勤務されていた当時、東日本大震災を経験し、教壇に立つ傍ら、被災した地域の復興に尽力され、翌年の平成24年3月には同校を定年退職し、避難のため流山市へ転居なさいました。その後、震災当時に支援物資や励ましの手紙を送ってくれた新松戸南小学校に対して、感謝の意を伝えるため訪れた際、地域防災力の向上を目的とした震災での体験談を話してほしいとの依頼を受けたことがきっかけで、以後各自治体や団体、病院などでの講話をされております。今回は松戸市における地域防災の重要性や必要性、日々の防災対策など私たち一人一人ができることについてご講演をいただきました。皆さんこんにちは。私は平成22年4月1日から平成24年3月31日まで南相馬市立鹿島小学校で校長をしていました門馬正則と言います。本日は松戸市防災講演会、私たちは忘れない、あの大震災をで、前半は3.1 日から学んだこと、伝えたいことという題で、大震災当時の様子、学校現場で気づいたこと、学んだことを話させていただきます。休憩を挟んで後半は自助、共助、公助、減災について気づいたこと、学んでいることは、黄色いハンカチで活動していることなどについて話させていただきます。私の話が少しでも皆様の役に立つのであれば嬉しく思います。それではまず南相馬市について話させていただきます。場所については地図をご覧ください。これプロフィールです。はい、これはですね、避難区域の状況です。南相馬市はここの緑の部分、ここなんですけども、でここの部分で、ここに書いてあるところは、上から北の方から南相馬市避難指示解除区域っていうところは、ここは主に、ね、自主避難のところですの方が住んでいるところです。あとは下にある、南相馬市居住制限区域、ここはお高くがほとんどですけども、ここは住めない状況のところです。あとその下南が浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、奈良町ってね、第一原発、第二原発があるところです。この付近はもう住めないところです。原因なんです。あとは飯舘村はここですね。ここは計画的避難区域で、ここもほとんどの人が避難しました。こういったところです。次お願いします。はい、ここは、鹿島小学校鹿島区の様子ですけども、一番下にあるところ、この辺がね、間野小学校です。とこの辺が鹿島小学校、あとちょっと上にですね、八沢小学校があるんですけど、あとは町のど真ん中、この辺に鹿島中学校で、山手の方に上間の小学校があります。はい、
これは教室の様子です。3階の教室ですね。机や椅子は教室の後方、東側、海側ですけどもに移動してしまって、ロッカーの中の荷物はほとんど落ちてしまいました。はい、はい、これは2階の研修室の様子です。ガラス戸のないスチールの戸棚は倒れませんでしたが、先生方の資料は床に落ちてしまいました。はい、これは1階の玄関の様子です。ショーケースのガラスは動いてしまい、縦は大丈夫だった、上の方ですね、縦は大丈夫でしたけども、トロフィーの方は、ね、倒れてしまいました。はい、これは校長室です。2段の戸棚は大きくね、海側の壁に寄りかかってしまいました。あとはゴムの木のね、が倒れて鉢が割れてしまいました。あとこの手前の方に耐火書庫ですね、永久保存の書庫があるんですけども、その2つが30センチほど海側の方、東側に動いてしまって、校内放送のスイッチ兼ボリュームが、ね、潰れてしまいました。はい、はい、これは1階の事務室の様子です。戸棚のガラス戸が外れてガラスが割れ、事務資料が床に落ちてしまいました。事務机の引き出しもね、外れて事務用品もね、落ちてしまいました。はい、これは図書室の様子です。2階にあります。東側、海側の方にの多くの本棚が斜めに倒されたり床に落ちてしまいました。あとは重いね、机や椅子は動かなくて済みました。はい、これは駐車場の様子です。正面玄関の東側、海側にある職員用の駐車場ですが、ここではアスファルト、この部分がね、10メーターほど亀裂、裂け目が入ってしまいました。深さはね、5、6センチでしたけど、10メーターくらいね、亀裂が入りました。あとこの西側にある、山側にある来賓用の駐車場はね、無事でした。はい、これは津波の様子です。校庭近くまで押し寄せてきた津波を教頭先生が屋上から写した写真です。はい、お願いします。これは津波が校庭近くまで波打って押し寄せてくる様子をね、写した写真です。水田のあぜ道も津波にすっかりのみ込まれています。あとここの部分、このね、横の線の部分、これは押し寄せられた残骸物です。うん、ね、残骸物が押し寄せられたんですよ。ここはとこの引いてからは消防団の人とかなんかがね、ここに手がニョキッと出たり足がニョキッと出たりしてね、遺体がうちのプールので洗浄されてね、遺体に運ばれたりしたところです。はい、これは広範囲にわたって津波の様子です。手前にあるビニールハウスです。ここね、ビニールハウスを津波に、ね、襲われています。で、津波は水田側にある側溝で止まって、鹿島小学校には来ませんでした。はい、これは鹿島小学校の3年1組、2組合同での授業の様子です。他の4校もあったんですけども、教室の都合上2クラス合同の形で授業をしてもらいました。ちなみにここに写っているのは私です。髪の毛もしっかりありましたね。このままでお願いします。この様子は4月22日の学校再開の時から10月16日まで
本校舎に鹿島小学校、原町一小、原町三小、小高小学校、あとは体育館には原町一中が入っての授業でした。5校、全部で1047名、314名のところに1047名にね、みんなで授業を再開したです。で、体育、普通はね、小学校だと体育の時間は週3回あるんですけども、3日あるんですけども、学年合同で週1回しかできませんでした。区の体育館で行いました。で、しかも中ですよ。で、外ではどの教科もできません。外で遊べません。で、校庭の窓際は放射能が高いので、この頃はね、1週間ごと、縦の列1週間ごとね、列を窓際、大体4列くらいなんですけども、それを交換しての授業です。というのは、同じとこだとね、放射能高いとこばっかりの子供たちになっちゃいます。だから移動しての授業をやりました。あとは、登下校はマスク。夏でもね、これ10月までですから、夏でも今と同じにマスクしてましたし、あとは長袖長ズボンでした。これはできるだけ肌を出さない、放射能に触れないようにするためです。で、この頃の通学ですけども、鹿島小学校は2キロ以内は歩き、2キロ以上は自転車、あと海方面、山方面は定期バスでしたけど、これは運休でしたから、本社の送迎でした。で、原一町と原一中は、それぞれ大型バス、55人の大型バスで、4台で、それぞれ4台とか8台ですね、8時まで鹿島小学校。あとは原町三小は、1時間ずれて大型バス3台で、1時間ずれて9時まで鹿島小学校。あと帰りも1時間ずれて帰るという状況でした。あと小高小学校は全員避難でしたから、鹿島区の仮設とかアパートにいる人たちは保護者の送迎、あとは相馬市に避難している人は送迎バス1台出ました。あとこの頃はトイレはね、どんな使いませんでしたから、本校舎にいる学校は学校のすぐ南の校庭に40の仮設トイレを設けてね、教職員も一緒にね、使いました。あと体育館にいる学校、原町一中は体育館の東の校庭に15の仮設トイレがありました。あとは給食ですけども、給食はこんな中身の給食でした。炊き出し給食と呼んでました。1、2年生はおにぎり1個、あとはね、紙パックに牛乳1つ、あとはベビーチーズか、さだかまが1枚、給食。で、3年生、中学生、先生方はおにぎりが2個になります。あとは同じで牛乳、チーズ、さだかま。こんな状況でしたね。そして、この頃は電気は大丈夫だったんですが、水道はダメでした。だからトイレも外でした。あとは、それで児童生徒教職員も水筒を持参で学校に来ました。あとは郵便物、宅配便、救援物資はね、届きません。相馬市まで取りに行くという点ですね。という形でね、再開できるような状況ではなかったんですけども、学校が再開になりました。その訳はですね、やはり子どもたちがずっと家にいて全然大変だということで、この学校が再開すると活気がつくんじゃないかっていうことで、無理しての再開のような、ね、状況で再開でした。やはり学校が始まると、やっぱりね、子どもたちが移動したりなんかするとね、やっぱ動きがあると、やっぱ活気が、ね、確かに出たことは、ね、私も感じております。で、6月になって水道が使えるようになった。それで仮設のトイレが撤去、水筒持参もなくなりました。あとは郵便物、宅配便も届くようになりました。あとそれで給食メニューもね、ちょっと良くなりました。ちょっとだけですよ。はい、ちょっとお願いします。はい、この写真は10月17日から11月の20日までの頃の様子です。原町区の原町一小三小、原町一中は原町区の学校の除染が終わったので自分の学校に戻りました。それでこの1階の仮設のね、校舎がここが出来上がったところなんですけど、あとこっちは
あの2階建ての仮設の校舎作ってる最中の様子です。で、1階建ての仮設の校舎が完成したので、これはトイレとか水道は外でした。で、あのエアコンはありました。で、校庭の東側に完成しました。でね、ここには小高区の金草小学校、初原小学校が上間の山手の小学校から移動してきました。これで本校舎は鹿島小学校と小高小学校分かりません。で、小学校だけになったので、各学年あの合同2クラス合同で1クラスやってます。これが元の学級担任に戻って元の学年学級に戻りました。で、小学校だけになったのでチャイムが復活しました。はい、次、この写真はですね、11月21日から3月31日まで7つの学校で569名の時のこの様子です。本校舎、鹿島小学校、小高小学校そのままです。あと金浦小、初原小はユニット校舎そのままです。で、2階建ての仮設の校舎、これはトイレ付き、水道、各部屋エアコン管理、放送室、職員室、あとは保健室とかね、きちっとね、プレハブでしたけども全部きちっと揃ってました。で、そこで八沢小学校から小高区の福浦小学校、あと津波で農業改善センターで巡業していた鹿島区の真野小学校が2階に来ました。あとは小高中学校が鹿島中学校から移動して1階に入りました。で、真野小学校ですけども、2014年 3.11 からの3年後ですねに鹿島小学校に統合になりました。今は統合になってね、あの真野小学校は廃校になりました。で、この頃のね、中学の様子なんですけども、鹿島小学校は一緒です。歩きます。金浦小、初原小、福浦小、小高小学校は、小高中学校は鹿島の仮設あるアパートですから、保護者の葬儀、あとは相馬市は葬儀場が出ました。で、ね、この4校の時と5校の時は、あの朝がね300台、7校の時は500台の車、あのね、送迎の保護者の送迎がありました。でね、8時登校なので7時45分頃の送迎は、ね、ピークで大変でした。で、大変なの分かってたので、一方通行の、ね、地図入りのチラシを配布したのですが、保護者はね、大人のお母さんは分かってますけども、普通送ってくるのはおじさんおばさんが多かったですね。で、チラシをよく見てないということで渋滞が発生してね、4校7校の校長先生がそれぞれね、晴れの日、雨の日、風の日、雪の日もね、それぞれ要所要所に立って立証指導と言いますけども、交通指導をね、行いで対処しました。で、帰りは小学校の低中高、中学校の帰る時刻が違うので、校長があの立っている指導はしなくても大丈夫でした。はい、次、給食についてとね、外での遊びについてまとめますと、給食については炊き出し給食は4月の22日から前日通りですけども、2学期に8月25日が給食再開になりました。で、この時は鹿島ではまだね、あの給食センター使いませんでした。で、原町山椒、巻いた原町山椒の給食して作ったものを運んでもらいました。でね、3学期の2012年、平成24年の2月28日ですから、2月のせいでね、で、3月まであと1ヶ月、3月もあと1ヶ月というところで鹿島区の給食センターが使えるようになって、あの給食センターから完全に給食が再開できました。で、原町区はもともと原町区の学校は各学校の給食室で作る自校給食だったので、原町区は自校給食になりました。と、外での遊びですけども、1学期は外で遊べませんでした。外での授業もできない。と、登下校は長袖長ズボン、マスクもしてました。2学期8月25日から1日1時間
外に出れるようになって、でも授業はできませんでした。3学期、1月10日から3学期に入って1日2時間外に出るようになりました。それで外で体育の授業ができるようになりました。あとは放課も外で遊べるようになりました。と、小高中学校は外で部活もできるようになったのは3学期になってからです。で、ここで廃部したこと、ここには書いてないんですけども、これ校長会、昨日校長会に出した資料がね、偶然探したら見つかったもんで、ここで初めて話すんですけども、廃部したことで、ポストトラウマティックストレスディスオーダーで、ね、心的外傷後ストレス障害 PTSD、 ね、皆さんも気になったことあると思うんですけども、これの対象しましたっていうのは、児童生徒では地震、津波、放射能での怖い思いをした経験がある。あとは家が流された、壊された、あとは津波でお父さんお母さん家族の人が亡くなったっていう子供がいます。それで不安、悲しみの感じ方は子供によって異なるので、一方的に決めつけたり安易に、ね、励ましたりせず、どんな気持ちも大切に受け止めようとしようと心がけました。で、いつもと違う様子が見られる場合は気を配ってあげる。心配であればスクールカウンセラーやかかりつけの医師や専門家に、ね、相談し対処するようにしました。ね、保護者にチラシを配布しました。子どもの心のケアのためにということで、ね、こういうのを本社に配置しました。あとはもう一枚はね、カウンセリングの実施についてのお願いですね。うち の, 教育相談担当の、ね、先生からチラシを出していただいて対処しました。対策としては、不安、鹿島小学校の放送室の奥に個室があるんですけど、そこでカウンセリングを実施しました。その他は学級ミーティング、例えば道徳の時間とか学級活動の時間、あるいは総合的な学習の時間などで行いました。あとはリラクゼーション、ね、リラックスの方法、ね、こう体を、ね、こうしたりとか、あとはお話したりなんかして、リラックスの方法を学級全体で指導するように働きかけをしました。あとは教職も同じなんです。地震で家が壊れた人、津波で家が流された人、壊れて住めなくなった人、屋根、壁の修理中で他のところから出勤している人がいます。あとは小高区に家がある教職員は小高区には住めませんので、相馬市とか鹿島区から出勤してました。それで、ね、対策としては、先生方も、ね、人間ですから、一人で悩む、抱え込まない、とは自分の限界を知る、頑張りすぎない、あと定期的に休息を取ってほしい、と、ね、十分な睡眠の時栄養を取ってほしい、自分が楽しいことをしてくださいってことで、ね、音楽とかスポーツとか友人とか働き会食などでこう楽しめることをしてください。でもですね、先生方は気が張っていて自分のことが二の次だったんですね。それがね、今でも本当に怒ってます。それではね、次にね、この辛かったことに入りますけども、一つ目は放射能が高いので6月まで、ね、無事が運ばれない、届かないね、相馬市まで。あとガソリンなんですけども、市がね、南相馬市がタンクローリー車をチャーターして、郡山までね、タクロー車が行って受け取って、市内のガソリンスタンドをね、配給しました。そしてね、1人10リッターを並んで受けました、取りました。で、配給の情報は広報や広報者で行われました。学校は市からの連絡がありました。はい、2つ目、2年の女子、5年の男子、6年の女子、計3名が津波に飲まれて亡くなってしまいました。で、これはね、迎えに来て、家に着くやいないや、津波が来てしまってね、
学校に残っていれば大丈夫だったことなんですけども、5年の男子、6年の女子は姉と弟で迎えに来たおじいさん、この3人がね、亡くなりました。あとは2年女子は母と一緒に逃げたのですが、手をつないで手が離れてしまって母は助かって子供を、ね、死亡した。お母さんは放心状態でした。そして亡くなった家庭には校長、教頭、担任、定点の、ね、会長、役員が訪問して、あとは告別式にも参列しました。3つ目、家族がバラバラになってしまった。地元に残っている方は65歳とか70歳以上の高齢者のみで、放射能が高いため、農業の稲作ダメ、野菜作りもダメ、酪農も、牛もダメ、豚もダメ、鶏もダメで、漁業もダメでした。で、海岸近くの会社は津波で流されました。鹿島区の場合で働いてた人は失業になりました。この当時ね、仕事で継続できたのは市職員、あとはね、JA 職員、あと谷光さんですね、あの厨房とか調理器を作る会社が鹿島に大きな会社あったんですけども、そこの方、あとは漬物会社で缶の漬物屋さんってあったんですけど、そのくらいでした。あとはね、みんな職員が亡くなっちゃいました。で、あの避難したんですけども、避難先の山形県とか新潟県で仕事が見つかってね、5月の連休などに帰ってきて、一旦戻ってきたんですけども、地元では仕事がありません。あっちで見つかったということでね、家族元他県に移ってしまいました。だからね、残ってるのは本家、じいちゃんばあちゃんは残ってるんです、地元にね。で、50歳から以下のくらいの人はみんなね、あのほとんどあのよそで、仕事がないのでよそで ね山形県とか避難したところで仕事に移ってきましたね。4つ目ですけども、今度は友達との別れ、これと関連してますね。家族も別れ、友達も別れですね。で、大抵はお母さんがいいですね、 お母さんの実家に行きましたね。若い方はね、県内の二本松とか福島とか、あとはいろいろ会津とかバラバラですけども、放射能の被害の少ないところに戻りました。あとは山形県とか長野県とか、鹿島市の場合はね、山形県とか長野県とか東京都とか名古屋からね、お母さんが来てる方がいて、その人たちはもう戻っちゃいました。で、戻ってスポ少とか吹奏楽でレギュラーになった、新しい友達ができた、ね、帰れなくなったっていうね、避難先に落ち着いて生活するようになりました。はい。で、よかったこと、普通ね、見られない、聞けない、体験できないことができました。これはですね、子供の心のケアになりました。まずね、全国からね、保養体験の誘いが夏休みにありました。外で遊べない、泳げない子供たちがかわいそうということでね、富山県、山形県、長野県、沖縄県からね、募集人が740名、ね、往復交通費、滞在費無料、しかもね、対象は児童、生徒、家族、引率者も全部無料でね、来てください、夏休みね、休めてくださいっていうことでね、来ました。これはね、南相馬、子どもの翼っていうことで、南相馬市の PTA 連絡協議会の講演でした。次は、3学期に入って、ラモス類、ね、訪問してくれました。でね、ラモス類のね、話とね、言葉にね、子どもたち、保護者もね、お喜びでした。この頃、ラモス類さんは、もう選手を奪ってね、こちらが監督だからね、してる方、してましたね。あとは、ホンダのアシモ君、ロボットですけども、その交流がありました。そこに、これが、アシモ君です。で、これは、このアシモ君はね、1台2億円なんだそうです。1台が2億円でね。でね、2台来ました。で、各学年ごと、各学校の学年ごとね、式年写真撮ったんですけども、精密機械なので、2メーター離れて の記念写真撮影でした。あとは、
あのね、有名人で宮城県とか岩手県とか来るんですけど、福島県ではね、郡山とかいわき、福島市までは来ます。あとは相馬市までも来るんです。ちなみに相馬市にはね、杉良太郎夫妻なんかもいらしたんですね。ところが原町区には来ません。でも、その気持ちも分かるもんね。こちらの高いところにね、わざわざね、行って自分の身、伝えるんですもんね。でもその時に来てくれた方が、あす。4月の20日学校再開前に、さだまさしさんがね、原町日中に、お忍びで生ギターを持ってね、来てくれました。あとは、再開来てから、もう一回ね、原町日中に来ても、あとこの時はね、小高にも行ってくれたみたいです。あとはね、原町三省に松原信枝さん、演歌歌手ですけども、一回ね、ミニバンドを一緒に来てくれました。はい。じゃあ次、学んだことを伝えたいことですけども、今までの津波はね、私、あの、高枝小学校に勤務した時も海の近くだったんですけども、本当には避難所になったこともあります。でも10センチから15センチの水位が上昇してくらいで、ですから今回はね、10メーター以上の津波でね、で鹿島小学校の1キロくらい東のところにある区の野球場なんですけど、これはね、あの、プロ野球の試合とかなんかもそこでできるんです。2軍の試合なんかよく来てたんですけども、そこのフェンススタンドの低いところを越えて、軽自動車ごと流されました。これがさっき言った5年男子と6年女子とおじいさんがね、ここで軽自動車ごと流されてたというのがあったんですけども、で、今までは地震とか台風、大雨、雪の時に家族の人が迎えに来て、担任が家族の一員であることを確認して、引き渡しすれば、一安心というね、考えが崩れました。津波の時は、まず、必ずね、高いところに避難する。で、ここでね、あの、二つの対照的な例をお話しします。岩手県の釜石市の例ですけども、釜石市は、天殿子教育ですね。天殿の天殿はね、天殿バラバラの天殿です。だから、一人一人命名っていうことですね。天殿バラバラですね。あの、群馬大学の先生から防災教育で家族でバラバラでもまず逃げるっていうね、教育ね、防災教育を受けている。で、家族、今までだと家族が揃うまで待って一緒に避難するのではなくてね、あの、自分の命を優先して避難する。で、自分だけ助かればよいっていう考えではなくて、命があればお互いに後で再会できる。後でそのことをね、積みたいならないっていうね、教えを受けていたんですね。これはね、最近ではもう、あの、そういうことに変わってきてます。もし一人きりだったら、近所の人と一緒に逃げればいいし、自分の判断で一人でも逃げる。例えば、親だったらね、あの、無理して帰宅しないで、勤務場所に留まるとかね、そういったことをね、最近そういうふうな流れに変わってきてます。それは後での自助協力交通のところに触れます。あとは、その反対の例です。宮城県の石巻市の大川小学校では、全部で、ね、5カ所の78名、全校生で、74名が亡くなりました。あと先生方も、ね、11名いるうち、10名が亡くなった。この時校長が不在でした。で、教頭先生が市教育委員会と連絡しながら対処を判断したんですけども、で、通常の避難マニュアルに従って、迎えに来ている、来る保護者を30分以上も待った。で、残った人は、高いところでなくて、平地にいたので、まさか10メートル以上に津波が来ないってことで平地にいたんですね。それで、78日、74名、先生方11日、10名が亡くなってしまった。対照的な例です。それでこんなことがあったので、4月20日、22日、学校再開したらね、5校1所、1047名、先生方まで1250名くらいで、とにかく4月中にね、あの、避難訓練をしようということで、しました。余震があるかもしれない。実際ね、山地地震で余震があったんですよ。でね、あの、いわき地区の旅人地区なんかはね、それで被害がね、山地地震の時よりもね、あの、余震の方が被害があったっていう、あの、話もあります。それで、あの、桜平山って学校からね、3キロ西のところに高いところがあるんですけども、そこに、小学校の場合は、高学年、6年生が1年生。5年生が2年生の面倒を見ながら避難訓練を行いました。
小学生は平地を通って、あと中学生、春町一中さんは急な坂があったところも中学生は大丈夫だということで別れて避難しました。でこの時は国内元よりね、イギリスとイタリアのテレビ局もね、取材に来ました。でこの時にこのイギリスとかイタリアの人が給食を見てね、かわいそうだねって言ってくれたんですけど、かわいそうです、虫が届かないんですね、訴えましたけどね。でも本当に、ね、この4月の頃は本当に物が、ね、なくて困ったっていうのが一番ね、今でも頭に残っています。あとは学んだことの2つ目、大きな災害の時は電気がダメになります。これは千葉県でも2019年の19号台風の時にね、の大雨で停電になった時にね、大変だと思います。Wi-Fi が使えなかったんですね。あとはネットが使えない。あとはね、県と市町村の連絡網がなかなか作動できなかったで、ね、電気が使えない不自由さをね、あの時ね、千葉県の方も体験したと思います。でね、電気が使えないとテレビ、パソコン、固定電話が使えなくなります。携帯電話をコンセントしてつながらなくなります。で市の候補者も来るんですね。で移動していくので、何を言ってるか最後までね、よく聞き取れない。で情報源として乾電池式の携帯ラジオか自家用車のラジオの情報が一番の頼りでした。 NHK 福島、あとはラジオ福島、 NHK FM 福島がね、頼りでした。で ところがね、今ではね、こういうものがあるんですね。これです。 FM、AM ラジオでね、ライト、サイレン、点滅と、あとこれがいいんです、携帯電話の充電機能、スマホ対応、あとはスタンドライトと時計もついてる、こういったのがあります。だから普通の乾電池式の展開ライト、これ乾電池も入るんですよ。ところがこれで手巻きでやって使える。あとは天気のいい時には太陽電池にもあって、ね、これでね、対応できる、こういったのをね、売ってますので、家電量販店とか、あとはいろんな大工さんのところとかあって、防犯コーナーとかに行ってね、買ってどこ行っても安いのは2000円くらいからありますってね、このくらいの7つくらいの機能があるのになると6000円とかね、7000円になりますけども、こういったの一つあるとね、とにかくスマホがね、使えない時にこれ手巻きでやったり太陽電池でできますから、わざわざね、本当にどっかに集まっている必要がなくなりますから、これね、できれば備えた方がいいなと感じると思いました。あとは体験から気づいたことですけども、屋根とか壁が壊れた時に必要なブルーシート、これはね、ホームセンターとかなんかではすぐなくなりました。それで関西とか九州とかね、遠くにある親戚の方に頼んで送ってもらってる人もね、本当に多かったです。地元では本当になかなか手に入らない。あとは防寒用のアルミシート、これも手に入らない。あとは飲料水も手に入らない。あとはこのね、ブルーシートと防寒用のアルミシートとか飲料水、あとは乾電池もね、同様ね、備蓄しておくといいと感じました。あとは地震で屋根の瓦がね、壊れちゃってね、順番待ちで大変ね、もう1年くらい待った人も、もっとそれ以上待った人もいます。でね、早くやったけど、早くやってもらったらぼったくられてね、うんとお金かかったりしてもいました。それで瓦でない屋根にする人がね、増えたのを見てきています。あとは私もあっちこっち放射能を測ったんですけども、まず地表が一番高い、次屋根が高い、だから1階も2階も高いですよ。あとは窓見え場が高い、教室もそうでした、校庭側の窓見え場が高かったです。 でも一番高いところはどこかっていうと、雨どいの下でした。雨どいはいろんなね、屋根からとかいろんなこう水が集まって流れてきて、その下が雨どいのところが一番高かったです。それで聞いたことなんですけども、食料とか水は最低3日、できれば7日1週間でも最低3日でまずいと思います。でレトルト食品とかインスタント食品とか缶詰とか、そういったのをね、こう備蓄しておいて、あと乾電池もいいんですけど、そういうの
ローリングストップウォッチってね、賞味期限の切れそうなものから、実際やっぱ大変だったら缶詰食べるんですよってことでやっぱ食べてみてね、あとレトルト食品食べてみて、扱い方もやって、そしてローリングストップウォッチで補充しながらやっていくとね、いいと感じました。あとは感じたこともあります。これは地上教授工場の感じですけども、大きな災害の時には私の学校も避難所になったけども、電気はダメ、水道もダメだって、避難所は機能できないということでリタイア中に変わりました。それで学校に勤務して気づいたことは、普段から備品の確認、使い方の確認、どこに何があってどのように使うかをね、共有化しておく必要があるというのをずっと通じて感じました。あとは学校職員と市職員の役割の確認が必要。例えばね、高平小学に行った時には市職員はね、昼間は女性の方結構来るんですね。ところが夕方になると夕ご飯の支度があるから男の方と変わります。ところが、ね、その時にね、伝達事項っていうかね、引き継ぎがきちんとなされたないので、教頭とか私にどうしたらいいんですかとかって、うちはもう一回しなくちゃいけない。これはね、やっぱきちっとやっておけばスムーズにいく感じました。あとはこれからは学校職員と地域職員、あとは市職員とのね、この三者がね、共通してこうシミュレーションをしてやっていく必要があると思います。今までは行政と学校が行って住民は避難してくる形でしたけど、これからは行政と学校と地域の人々が一緒になって役割分担を確認して連携しながら避難所を開設して運営していく形が必要だと感じました。で、自治活動の推進のため、行政区長さんとか町内会長さんを中心に学校を毎回開ける、どこに何があってどう使ってどうやるかの、ね、確認シミュレーションする。なぜかというとね、校長教頭が学校近くに住んでないんですよ。すぐそばに住んでないんです。一番近くに住んでるのは町内会の役の方ですよね。あとは市職員の方が近いって、校長がとか教頭が鍵持ってそのまま待ってるたら大変です。避難所がね、機能しなくなっちゃうんですね。で、そういったためにやはり行政と学校と町内会が一緒になってね、避難所開設運営の訓練が必要とか感じました。それで松戸市のある学校では、この、ね、市役所と学校と町内会が一緒になって避難所開設をね、とか運営の訓練を行われています。で、それがね、広がっていっているのが嬉しく思っております。あとはね、これもね、付け加えます。教職員がね、あと子どもたちが元気だったわけをみんなで考えました。特別な状況でしたので、鹿島小学校も他の学校の児童生徒も大きな事故や怪我もなくね、過ごせたことに私はほっとして退職することができたんです。で、私、先生方、子どもたちが3学期、緊張のね、疲れてどっと力が抜けるのではないかとか、あとは緊張がね、切れて突拍子もない言動をするのではないかとハラハラ出たんですけども、子どもたち、先生方、保護者も私も大丈夫でした。そのわけはね、いろんなで考えたんですけども、あの頃は必死でした。とにかくね、だってごめんなさい、宮城県の人がいいですよ、いいですってか、津波と地震で岩手県の人ですよ、私は放射能があってね、住んでる人がね、避難した人がいいですよ、私らは勤務だから残って高いところで学校に泊まり込んでね、仕事しなくちゃいけなかった、ね、でもね、なんとかね、生きなければならないという気持ちで、児童一人一人が、先生方が、保護者の方々が、地域の皆様が力を合わせてね、一つになって我慢したり頑張ってくれたり支えてくれるね、おかげだと感じています。あともう一つあります。それはもう一つは、全国各地、あとは世界各国の人たちからの励ましや救援物資によって私たちのことを応援してくれている、温かく見守れているという大きな、ね、元気と勇気を、ね、いただいて、ね、感謝としてもう一歩前へって、ね、思うことができたからだと感謝しております。で、午前中の部分を、ね、ここまでで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。